コンビニ社労士、安さやかの、ウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日69回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。69回目。かなりもう、月日が経ったなーっていうことを実感しております。 もう今回で11月も終わりになり、来週の放送では12月になっているということで、1年が本当にあっという間だなぁということを感じております。皆様はいかがでしょうか、まあ、今年は年明けから新型コロナウイルスの感染拡大という、まあ、大きなある意味、世界レベルでの出来事が発生して、まあ 特に事業者ですよね。コンビニのお店もそうだし、飲食店もそうだし、あらゆるサービス業が、その新型コロナの影響を受けています。で、そういった中で、いかに生きながらえていくかっていうことですとか、それは健康面でもそうですし、経済面でもですね、というところが本当に大きな まあ課題になっていて、そしてそれは今もなお継続して課題として、まあ積み上がってしまっている状況でもあるかなと思います。まあ数日前も西村大臣がこのまま,このま,ま収束できないとなると、この3週間が勝負だって言ってましたよね。でもしそれができないとなると、まあ また緊急事態宣言のが出るなんていう話もありましたからなかなか本当にこの短期間で可能な限りの感染を予防していかなければあるいはそれをもう次の人に移さないようにするという行動を徹底していかなければ、まあ、これは冬になると冬本番になってくるともっともっと増える可能性が高いと。 いいうこととにななってくるのかなと思いま,すまあ今日のニュースではその宣言を至る出すまでには至らないということで話は出てますけれどもただその宣言を出す基準っていうのは一体何なんだろうなっていつも思いますねなので何をもって緊急事態宣言とするのか明らかにその4月5月の状況とはまた違う,もう今まででもこの 秋冬になってから最高感染者数を記録している都道府県が多いわけで、そんな状況の中で緊急事態宣言を出す基準っていうのは一体どこにあるのかっていうのがあまりよくわからない状況で。それがあるということもあってか、不安に思う人たちが世の中にもどんどん増えている。一部では、そのかつての2020年の明けの時と比べて、 どういうものかという、まあ、症状とかその軽症の人が多いとかその死亡率とか重症化率とか、まあ、そういったところがある程度分かってきている統計が取れてきているということもあって、まあ、人々の捉え方は少しし変わってきてきいるような気もします。ただそうは言っても実際に自分がかかってしまったらどうなるんだろうかっていうことがまだ分からないので。 まあそれはやっぱりかからないようにするっていうことをみんなでやっていかなければ危険かなと、全くこの先が読めないなっていうのは私も感じています。ですので、まあ、出かけるってことはね、私も今日も出かけて打ち合わせとかをしてきたんですけど、なかなかそれは全てをオンラインに切り替えるっていうことも難しいですし、 あとは、お店の業務の方っていうのは、お店に来て、出勤をして仕事をするっていうことが常ですので、当然そこでお客様も来店されて、お買い物をされたり、飲食をされたりするっていうことがある以上、全員が全員、まるで外国のロックダウンのように、全く人がいなくなるっていう状況は難しいけれども、それ、そうであれば、なおさら、しっかりと、 対策を取っていいいいいかないといけなないとととけうことになりますねちょっと取り留めのない話になってきてしまいましたけども今日もね1時間元気に行きましょうということでウィークリーコンビニラジオはコンビニ業界に関わる方の情報ですとかあとはコンビニが好きな方などがあなるほど役に立つなということをお届けする情報をお届けしていく番組です皆様からのご意見ご感想ご要望お待ちしております fmgui の1のメールアドレスは7 9 7 a t f m g i n o 1.com もしくは私、コンビニシャローし、安さやかのツイッターを検索フォローいただき、そちらに書き込んでいただきますか、匿名の質問箱にアクセスしていただくか、もしくはコンクリ株式会社の問い合わせ欄からお問い合わせいただけるととても助かります。この番組は三方よしの未来で見える未来、電波支援システム絆ァでおなじみ。 株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。さて、今日はですね、この後、高橋英樹さんとの対談をお届けするんですが、全体的なテーマとして、健康管理っていうテーマで今日はお送りしていきたいなと思っております。 健康。これは体の健康もあれば、心の健康もあると思うんですけど、皆さんは普段どんな対策を取られていますでしょうか、まあ、やっぱり健康なのが一番でして、それは身も心もなんですけど、健康であれば何でもできるって誰かが言ってましたね。まさにでもそうだなと思うんですよね。 で私もちょっと前に体調を崩した時に何にもできなくなる自分をすごく歯がゆく思いましたしやっぱり早くその回復してまた普通に動けるようになりたいって強く思いましたからねやっぱり健康って大事だなって改めて実感した次第です、まあ、今はその感染症の話とかインフルエンザの話とかいろいろありますけどでも まずはやっぱり健康な体づくり、病気になりにくい体づくりっていうのを心がけていくことってすっごい大事だなと思ってます。えー、私の、うん、お客さんでですね、我々のようなその顧問契約をしている専門家に対しても、その、なんでしょう、体のことを聞けるドクターとの相談窓口を作ってくれているっていうところがあって、えー その方、ポッドキャストをね、やってるんですけど、あの、本当にすごく素晴らしい取り組みをされているなと思ったんですよね。もちろん、社員さんもその恩恵を受けられるので、社内の健康管理としても素晴らしいと思うんですけど、それを契約しているその外側にいる専門家に対しても解放しているっていう取り組みは、本当に素晴らしいなって思いました。で、その、 社長が言うには、ポッドキャストで言ってたことをちょっとかいつまんで話すと、健康診断を受けた時に、もう今すぐ眼科に、その専門というか、あの大型病院の、の眼科にかかってくださいって言って、眼科っていうのはあの目の方ですね。眼科の方にかかってくださいって言われて、で、慌ててそれで行きましたと。で、その前に、 そのドクター、契約してるドクターに話をして、で、健康診断を受けた方がいいですよっていうアドバイスをいただいて、で、その社長さんが健康診断を受けに行ったと。で、実際に受けたらすぐ眼科に行ってくださいと。沖病院の、総合病院の眼科を検査を受けてくださいっていうことで、で、慌てて受けに行ったと。で、そしたら、その、普通、 じゃあ気づかないような網膜剥離の,その可能性があるっていうことを言われたっていうことでその契約してるドクターの方がいて本当に良かったってことを社長さんが言われてたんですよでああなるほどなと思ってやっぱセカンドオピニオンじゃないですけどの自分の健康というか自分の体は自分が一番分かってると思いきや結構無理できちゃうじゃないですか年代によってもあと その時の状況によっても、ちょっと限界よりも上回る力で動けることってやっぱりありますよね。ってなると、自分が気づけない、気づかないうちに健康を害してしまっているなんていうこともあるので、過信できないなと。自分で大丈夫と思っていても、いつ体が崩れるかっていうのはわからないわけで、 それをしっかりとコントロールできるようにするためにも、まあ、普段からの食生活とか、その、お風呂に入るとか、そういった対策っていうのはすごく必要だと思いますし、まあそれ以外にも、専門家の外部専門家の方の力を借りてアドバイスをもらうという取り組みっていうのはすごくいいなとか大事だなって思いました。まあお金はもちろんかかりますけれども、 もし皆さんの周りでそういうドクターの方とか、気軽に相談ができる専門家の方、専門医の方がいるようであれば、そういったサービスを検討いただくっていうのもいいんじゃないかなと思うんです。ただ、それはなかなかお金がかかるし、厳しいと。で、相談しようと思ってもなかなかうまく相談ができないというような時には、まず自分で対策を取っていく必要がありますよね。うん。皆さんだったらどんな健康管理、 をしししていらっしゃるでしょうか私は体調崩しちゃったので何の説得力もないんですけど最近よく寝るようにしてますなんか睡眠だけはちょっとたまにこたつとかで寝ちゃうんですけどでも睡眠の時間とかその夜更かしをしすぎないということはずっとし続けてますね、まあ、おかげさまで朝起きた時に割と しっかりと起きれるので、朝はそんなにめちゃめちゃ弱い方ではないので、うん、助かってますけど。<laughs> あとは、肩こりがものすごくひどいので、その、何でしょうね、肩こり対策とかはしてますね。まあ、あとその、2週間に1回のペースにはなっちゃいますけど、生体、カイロプラクティック、これもお客様なんですけど、カイロプラクティックで体の矯正を してもらってで整ってその歪みを直してもらってまた頑張ると明日から頑張ろうということでやっておりますまあお金がかかるものかからないものとそれぞれあって、まあ、食生活もね本当はもっと見直ししたいんですけどなかなかちょっと全体的な見直しまでいっていなくてでもここ二三年で、ね、健康に対する意識はものすごく上がってきたなと思います というのも、その健康とか美容というところに特化をして、アドバイスをされている方とつながって、で、その方が本当に親身になってくださるので、私も今まで無茶をしてきましたし、若いから大丈夫って思ってましたけど、もう41ですしね、そういうことも難しいかなっていう自覚をした上で、素直にその方のアドバイスを受けるようにしてます。なのので私の場合は お医者さんではないんですけど、でも、その健康管理に関する知識を持った方にアドバイスをいただいて、で、その中でいいと思ったもの、なんかこれは取り入れた方がいいよと、例えばサプリとかドリンクとか、そういうものがあれば、ある程度、うん、試してみるっていうこともやっていますし、続けていますね。私が飲んでるサプリメントとかもですね、本当に 長く続けています、まあ本当はもっとちゃんと飲めた方がいいなと思うこともあるんですけどただ継続は力なりなのでその継続して飲もうということに関してはかなり徹底できるようになってきたんじゃないかなと思いますはいあとは美容面でもそうですね今まで例えば肌の乾燥が私結構悩みだったんですけどでこういう冬になってくると お肌って乾燥するのですぐピキピキ割れて痛いなーってことで傷になったりとか痛さを感じたりとかあとアトピーも持ってるのでアトピー症状がひどくなったりしてたんですよただこの1年ぐらいは特にその乾燥というところの対策を取るようにしているので乾燥しづらくなってきたなという実感がありますなのでもう本当に冬になってめちゃめちゃ痒い時もたくさんあるんですけど できる限り水分を体内に入れて、あ、それ飲むっていうだけじゃなくて、あの肌から入れる、浸透させるっていうこともやって、そのおかげで、だいぶ、その、の傷もあのひどくなくなってきましたね。ゼロにはできないんですけど、でも、一時期に比べれば、かなり、本当に、なんか、楽になりました。一時はですね、もう本当に、アトピーがひどい時とかは、あの、背中の、 がただれたれようなな状態になってましたのでもうかゆいし痛いしでその体液は出るし血は出るしで本当に最悪だったんですよ。でステローイド剤でなんとかしようとしてたんですけどでもそれをせずに自力のその自然治癒をうまく生かして なんとかコントロールできるようになってきたのは本当にその方のおかげだなとも思っています。本当に感謝してます。なので皆さんの健康管理術、どのようなものがあるかぜひまた機会があれば教えていただきたいなと思います。一つでもね、今までやってなかったことの中で一つでも取り組めばもしかしたら今よりも良くなるかもしれませんしね。そういった意味でもぜひ取り組んでみていただきたいなと思います。ということで これもまた取り留めのない話になっちゃいましたけど健康管理についてのお話を今日はこの後対談も含めて行っていきますココンンビビニニーー安ウィクリラジオあなたの人生に輝きを。 たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」「沖縄ベタニアチャージ」「浦添市城隈58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか?」 お問い合わせはグスクマタウンビジョンまでギ宜野湾ヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを。 一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化 0120497755「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌」をシフォンケーキで優しく包む「菊味噌加工をしょゆ味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 コンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、では、ここからは、経営コンサルタントの高橋英樹さんにご登場いただきます。英樹さん、こんばんは。はい、こんばんは、高橋英樹です。よろしくお願いします。お願いします。なんか、今週は、今週じゃないや、うん、先週、先週、すごいあったかかったじゃないですか。はい、あったかかったですね、うんで。また今週に入ってだんだんん 気温が下がってきている状況になってるんですけど。うん、秀樹さんって体調。そうそう。どうですか。風邪ひいてる。いや、私は全然体調大丈夫なんですけど。風邪ひいてる方はたくさんいますよね。そうですね。うん。ま新型コロナの感染者もすごいじゃないですか、今。あの、ゴートゥートラベルを見直すとかね。はい。はい。そのニュースが飛び込んできましたけど。そうなんですね。ね。 検査数の、ね、分母も増えてるというのもあると思うんですけど、はい、それにしても東京も500人超ええとか増えてますすよよねそうなんで実際に住んでると周りにそういう人が今いないので分からないんですけど実感がなくて分からないんですけど、うんうん、確かに、まあ、東京に限らずあちこちの県ですごくあのその最高記録を更新し続けているじゃないですか今。はい ってことはやっぱり実際にかかってる人がいるってことだから、うん、体調を崩しやすい季節にはなってきてるんだなってことは実感できます,すね英、うんうん、樹さんとあんまり体崩さないですよねまああのー、肩こり筋肉痛は日常茶飯事なんですが <laughs> え風邪とかあんまりひかないんですよすごいはいなんかなんかやってるんですか今のあんまやってないんですけどねあの、まあ、昔からあの あとは風邪ひかんと言いますけども、ももしかしたらそうなのかもしれないですけどね。<laughs> それどうしたらいいですか?。突っ込んだ方がいいんですか? <laughs>。いやいやいや、そんなことないですよって言ってくれるといいんですけど。あそんなことないですよ。ありがとうございます。はい、まあでも、体をね崩さない、その風邪ひかないとか、体調崩さないっていうのは、うん、すっごい今。その特に、事業をやってる人からしたら、めちゃめちゃ大事じゃないですか?うん。大事ですよ。大事だし。うっかりくしゃみとかね。なんか鼻ずるずるし,しようもんなら。 ねえ、うん、周りから見ると、大丈夫かと。そうそう,そうねコロナちゃうのみたいな、なりかねないですからね。怖いですよ、今と。うん、その周りの視線がね。うん、だから電車の中とかでも、まあ、あの、私たち、こう、通勤とか、通、まあ、自動って割と電車を使うんですけど、その、電車でね、シュッてやるじゃないですか。すごい周りの顔が怖いと。言って、うん、で、全然その、席一つも、 恐ろしくてできないって言ってる人たちは、うん、めっちゃいっぱいいるんですよ、周りに。ね、そう。あの、なんか冷たい視線を感じるというかね、<う>ありますよね。そうなんですよ。うん、でも、それって風邪じゃなくて、例えばちょっと喘息気味で症状が出るとか、うん、なんかたまたま飲んだ時に気管に入っちゃってギョぎょホってなっちゃうとか<ー>そう、そういう風邪とかじゃないきっかけで、 咳をしてしまうことってあるじゃないですか。ありますあります。うん、それも怖いみたいな。うん、だから、なんか、今この時期にというか、この状況で、それをやり続づ、なんていうんですかね、咳をしないっていうのは結構厳しいなと思いつつ、今ちょっと話が変わってきちゃったんですけど、なんかドキドキしながら毎日電車に乗ったりしてるんですよ。で、私、先週体調を崩して、 たんですよね。はいはい。はい、うんはいあ。もうなんか久々に体が動かなくなってしまいまして。あどうしたんですか風邪ですかいや、それがどうやら風邪じゃないみたいなんですよ。うん、咳も出ないし、うん、なんか鼻水も出ないし、うん、はいはい。で、今そのコロナでよく言われてる、味覚嗅覚障害もないし、うんうん、単純に疲れかなと思って。 なるほど、うん。ちょっとね、熱上がっちゃったんですけど、一瞬。なんかそのおかげで、冷えた後、熱が冷えた後に、肩こりめちゃめちゃ、なんか、ひどくなっちゃって。肩こりね。うん、それはあの、冷えてるのと仕事しすぎじゃないですかあ、そっか、うん。仕事しすぎかどうかはちょっと比較してないんでわかんないんですけど、うん、冷えてるっていうのはある。 あるよ。うんうん、あ、すごい。そうですね。確かに。あの冷えやすいんですよ。体が。はあ、この時期はね、い、はあ、っちゃいますから。まあっかいところで。温泉でも入って。しっかり。ね。はい、お風呂も入って、温めるのは大事かもしれないですね。そうですね。うん、よく通ってる。 あのカイロプラクティックの先生からもお風呂には絶対入ったほうがいいよってやっぱり。もう、ね、うん、結構温める。そう、結構よくして、毛細血管までね、血の流れよくしてっていうのは大事みたいですね。あとは、あの、あの頭髪に悩んでる人もお風呂入れてね、よく。<ー>ええ、あ、そうなんですか。そうなんです、うん、髪の毛の、あの、入るのは、えー、やっぱり。 毛細血管までちゃんと血液が流れて栄養分がいってないといけないと<あ>。シャワーで済ましてる人はそれはできてないことが多い。へ<ー>で、お風呂にしっかり入ってください。血行は良くしてくださいっていうふうに。あ、そうなんだ。そうなんですよ。私ね、逆だと思ってました。あんまり血行良くすぎる、しすぎると毛穴が開いて髪とかがね、気落ちやすいのかと思ったけど違うんだ。<laughs> なるほど。いやいや、そういうじゃなくて栄養がちゃんと回らないと。 そっか。じゃあ、やっぱりその、体に出てくるそういう、まあ、それは病気じゃないですけどね。でも、いろんな現象っていうのは、やっぱり血行がいいかどうかっていうのに、ものすごいかかってるってことなんですね。うんうんうん、ですね。はあ、そっか。まあ、だとすると、この時期って、本当に寒暖差が激しいじゃないですか、毎日。うん で、そうすると、やっぱりその体がついていけなくなる。あ、慣れてないんですよ、まだね。体が。そう。そうそう。わかります、わかります。そう。ってなった時に、ちょっと無茶をしすぎて、やっぱ無理がたたって体調を崩すとかもあるし、うん、なんか大丈夫だろうと思って、なんか普通に、まあ外ちょっと暖かいからと思って歩いてて、そのままにしてたら体が冷えちゃって、夜に、 体調崩しちゃうとかうん、そういうことが起きやすくなるのでなんかあれですねあのお風呂にちゃんと入るっていうこととそうです温泉行くのが一番いいです温泉行きたいうん。えー、秀樹さん行きます温泉とか行ってますいやあのー、先週ですかねちょっと栃木の山奥まで行ってきたんですけど人と言われるところにですね何それあのー、あれなんですよあのー、はい えっと、私、ソフトバンクなんですけど、携帯が。はいはい。電波は入んないんですよ。あら。で、Wi-Fi も飛んでなくてですね。はい、いいじゃないですか。で、他のお客さんもいらっしゃらなかったんで。お露天風呂一人独占みたいな。わいいなはい。いいなそれ。で、たまたま源泉かけ流しなんです。あら。はい。たまたま、お客さんいるかいないかってたまたまですね。あの、わかんないんで。 はいまあ、とはいえ客室も4室ぐらいしかないようなそういうところですねまあいいところ、はい、へえそ,そういうのってなんかちょっと話変わりますけどど,どこで見つけてるんですかあのですねあの私出版の仕事もやって,やってるんですけども、うん、以前プロデュースさせていただいたあの著者の方であの温泉博士という方がいらっしゃってですね<ー>岡山の弁護士さんなんですけど弁護士さん <laughs> 弁護士さんなんですけど、あの、弁護士さんがもう仕事すごい疲れて、はい、あの、疲れが取れないで、病院行って健康診断を受けても、何にも異常ないと。異常ないんだけど、すごいストレス溜まって、それが原因で、まあ、肌が荒れたりとかする方がいらしたんです。で、それで温泉行くようになってから、あの、すごく治っていくんですけど、温泉もいろいろあって、いわゆるあの、塩素を入れて循環させたりとかですね、沸かしたり、足し 水、足し水足し湯をしたりとかっていろいろあるんですよ。はい。で、その方は本当の温泉を探してるということで、ほう。はい。本当の温泉っていうのはちゃんと、こう、源泉から出たものが、えー、湯船に来て、うんで、そこに足し水をしないとかね、うん、塩素を入れないとか、うん、そういう温泉ばかりを紹介してる本があるんですよ。へ <laughs> それで聞いてですね、なるほどと言って、はい。はい だから、めったにないんですが、あの温度が、ね、ぴったりのものってなかなかないんですよ。あ<ー>はい、で、ちょっと温度が、ね、熱く出てきてるところはそのそなんのかな、冷ましながら湯船に来るような感じだった、えーはい,い本を読んであの、プロデュースさせていただいたので、うん、その時の情報を聞いて、知ってたんで、行ってみようと思って行きましたね。うん、あそうなんですか。うん てか面白いその本がめちゃくちゃ気になりますあえっ、ー、とね集英社から出てますねはい集英社から出てる別の方も、ね、ラジオをやってますね、えー、あらはい「レディオモモ」っていう、えー、岡山のですねはいはいなんですけどあの集英社から出てますね小林義彦さんという 著者も弁護士の先生ですね。温泉博士が教える最高の温泉、本物の源泉かけ流し、源泉300と。温泉博士が教える最高の温泉、本物の源泉かけ流し、源泉300という本です、ね。めっちゃ気になる。ちょっと読んでみよう。成分表示偽装や古代広告を持ってのほか、弁護士でもある温泉博士が嘘偽りのない真の名刀、伝授と。 いう本ですね。へえ、いいですねそれ。そうなんですよ。で、これも危ない温泉みたいなも紹介されてますね、はい。え、それ実名でですか？実名で危ないっていうのはですね、行くまでが危ないんですよ。登道中、道中が。あ、はあ、そういうことか。はい、道中が言っても登山本当にちゃんと装備していかないといけないっていう線もあれば。 はい、別の温泉は危ないっていうのは、その、えっと、なんですかね、うん、あの、湯船があって、湯船下からお湯が湧いてくる温泉もあるんですね。お湯が溺れてくるという泉のようになってる。うんうん、で、普通はなんかこう、源泉のところからパイプ、パイプでこう引っ張ってきたりとかするようになってるんですけど、そうじゃなくて、本当に下から湧いてくるみたいなところあるんですね。それはもう、なんとか岩、岩風呂みたいになってて。お<ー>ここは そこにガスが出てるんですって。ああ、なな。るほどなでうっかりしてるとその一酸化炭素中毒になってしまったりとかですねやばいやばいと命の危険がすごいです、ね、そういう危ない温泉もあるとおお、それはそれはあれですねあい。強烈強強烈臭強烈なにいのする温泉とかです、ね、<laughs> ひなびた温泉とか、ね、ひなびうん。まあもちろん美人のび。 いい肌のいいとかね、そういうことも紹介されてますけど。面白い。面白いですよ。ええー、それ事前に知っておけば、あれですね、危うく命を落とすこともなく。まあ、あね、そう、一部のところですけどね、それはね <laughs>、はい。まあ、あの、こういう、まあ、温泉、いい温泉というかですね。本当に、本当に、ことも肌がですね、ちょっとした切り傷、なんか、き、すぐ綺麗に治るし。疲れも通し。うん はい、でただけど湯あたりに気をつけないとですねちょっと長めに入ってると湯あ,<ー>あたりしてしまったりとかっていうのもあるかもしれないと、ね、いうこと書いてますね、うん、露天風呂とかだと今の時期って一番いいじゃないですかなんかちょうどいいっていうかつい長く入っちゃいそうな気がするんで気をつけないといけないですねええあのですね露天風呂で行くとですねこの間行ったところはあの本当山の中なんですで街のですね電気とかがなくてで 標高1000メートルぐらいのとこなんで、おお空気も澄んでるんですね。うん。星がめちゃめちゃ綺麗なんです。星。いい。ええー。最高に綺麗ですね。い,い,いやいいな。え天気良かったんですねじゃその時。そうですね。もって<ー>この時期あの関東は天気非常にいいじゃないですか。そっか。うんう。はい、海鮮で、うん。うわ、最高じゃないですかそれ。最高でした。 なんですかそれ全然教えてくれてないじゃないですかちょっと。いやいや、いい届,届かないとこだったんでね。あ、そっか。はい。すいません。あ <laughs> 後からの報告で。ラジオで報告を失礼しました。<laughs> いいな <laughs> 行きたい。<笑><笑>なるほど。いやいいこと聞きました。はい、まずちょっとその本をね、私、見てみようと思います、うん。ぜひ読んでみてください。はい、はい。でね、やっぱりそう、意図的に時間を作って、 でちょっといつもと違うところに離れた場所に行ってで、電波の届かないところで、仕事も連絡もできないじゃないですか、うん、めちゃめちゃいいですよね、温泉入るだけでしょね、あのー、気になるんですよ、メッセンジャージとか LINE とかがね、うん、普段だだと。うんうん、それもあの、電波入んないんでもうしょうがないじゃないですか、見ないし、スマホから手,手を離すというのは大事なんです、はい、オフにするという、完全にね。 そうです、ね。デジタルから、デジタルからオフにしていくっていうのはね。うん。うん、いやそれかも。なんか最近やっぱりいろんな人と連絡を取ることが多くなって、うん、で、別にそれ自体は体の一部をしか使ってないじゃないですか。はい。例えばスマホだったら手だけとか。うん、でも疲れてるっていうのは、やっぱりそういうなんかいろんな人とのやりとりが、 もう自分のペースと関係なくいろんなところから来るわけじゃないですか、うんで。それにいちいち全部返してると、全部そのペースが、自分のペースが狂っていくじゃないですか。うん、それが結果としてやっぱ疲れになっちゃうのかなって。そうですよね、うんうん。睡眠時間もそうだし、普段のその動き方もそうだし。うんうん で、そればっかりやってて、結果、例えば、一番、じゃあ、お風呂に入ろうって、例えば決めてたとしても、うん、お風呂に入る時間がなくなっちゃったりとかすると、うんうん、体に影響が出ちゃうと。そうですね。うん。うん、ってことを考えると、やっぱりそういう時間を意図的に作るって大事なんだなって。大事です。思いました。はい。はい。まあ、秀樹さんはあんまりそうやって、こう、うまーく多分、調整されてるんだろうなっていうのが見えてきたので。ありがとうございます。 はい、<laughs> 力強い、私もちょっとそういうのをやってみようかなと思いました。ありがとうございます。いいい話聞けました。はい、なのでぜひあのリスナーの皆さんもですね最近疲れてるなとかあもしかしたらこのまま行くと、まあ、新型コロナとか風邪とかインフルエンザとかにかかっちゃうかもしれないなっていう方はちょっと時間を作って連絡できないような場所に行ってですねいい温泉に浸かると。うん でその参考にする本が今お話しされていたその温泉博士の本だということでぜひ皆さん探して読んでみてくださいそうすると英樹さんの,そのプロデュースされてる本ということなんですよねそうです、はい、さらに英樹さんのちょっとお仕事にもつながるかもしれないですねありがとうございますはいということでちょっと健康に関する話でございました英樹さんありがとうございましたありがとうございましたコンビニシャローシ安早の ウィーークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニア・チャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」沖縄ベタニア・チャーチ 字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り伊勢マ濱宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい

ウィーークリーココンンンビニラジオ経営コンサルタントの高橋秀樹です、えー、本の紹介のコーナーですね、読書コーナー、えー、恒例になりました、いろいろとですね、えー、リクエストも頂い,いておりますが、先週は損子の兵法をやりまして、損子の兵法の続きをもっと知りたいという話がありましたが、申し訳ございません、またそれは次回にさせていただいてですね、えー、今日は、えー、岡本太郎さん。 自分の中に毒を持てという本ですね。えーまあ、結構読んだ方が、えー、多いかもしれません。有名な本です。岡本太郎さんといえば、ですね、えー、芸術は爆発だという、えー、太陽の塔をです、ね、作られた方でも有名でありますが、えー、結構ですね、読書家でもあって、ですねいろんなあの本も、えー、お読みになって、その本のことも書かれたりとかしてますね。また、沖縄についてもの本もですね書かれたりされてます。 えー、青春出版社から出ています「自分の中に毒を持てあなたは常識人間を捨てられるか」という本を今日はご紹介したいと思います。さあ自分の中に毒を持てという本ですけども,、えー、もう冒頭から結構ですねボリュームというか厚い形でですねこう畳みかけてくる熱量がですね活字から伝わってくるような本なんですね。えー、人生は積み重ねるのでなく積み減らすと。 えー、財産も知識も蓄えれば蓄えるほどかえって人間は自在を失う人生に挑み本当に生きるには瞬間瞬間に新しく生まれ変わって運命を開く捨てれば捨てるほど命は分厚く膨らむということなんです岡本太郎さんはあの話の面白い方なので、えー、お坊さんの前ですね禅僧の前で2 3千人の僧侶たちの前で講演することがあったそうなんですね、えー まあ、いわゆる禅の世界の話をしてくれって言われたらしいんですけども、禅のことは全くわからないと。で、えー、その開会の挨拶されたお坊さんの言葉の中に、臨在禅師という方、誠に立派な方で、道で仏に会えば仏を殺せという話をされたそうです。素晴らしいお言葉ですという説があったと。有名な言葉なんですね。確かに鋭く人間存在の真実、きびをついているということなんですが、 これ、実際にこの言葉をですね、現代社会の中で、この言葉を繰り返すだけで、本当に実際の働きを持つんだろうかという疑問を太郎さんは持ったということなんですね。それで、えー、岡本さんが壇上に立つと、それをきっかけにして問いかけたそうです。道で仏に会えばというが、皆さんが今から何日でもいい京都の街角に立っていてごらんなさい。仏に出会えると思いますかと。会えると思う人は手を挙げてください。と。 誰もあげないということですね。会いこない。会えるはずはないんです。では、何に合うと思いますかと質問したら、これにも返事がないと。そこで、えー、太郎さんは激しい言葉をぶつけたそうです。出会うのは、己自身なのです。自分自身に対面する。そしたら、己を殺せ。己を殺せという話をしたそうですね。先ほどね、道で仏に会えば、 仏を殺せと言ったことを自分が自分を殺せということを言ったと会場全体がどやめいたとそしてわーっと猛烈な拍手が出たということですね人生をですね貫こうとすれば必ず条件に挑まなければならない命を懸けて運命と対決するのだその時切実にぶつかるのは己自身だ己が最大の味方でありまた敵なのであるとこういうことをおっしゃっている えやっぱり我々もですねどうでしょうかリスナーの皆様も安全な道を取るか危険な道を取るかということですねコンフォートゾーンと居心地のいい場所もありますよねえどうしたって何かえ人生の選択肢あるいは日々の選択肢の中で楽な方とかね居心地のいい方安心安全な方を取ってしまうってことありますね えー、投資家の話の中でもですね、人の行く裏に道あり、花の山ということも言いますね、群衆心理の反対を言った方が成功しやすいですよって話も、それも一つの例かもしれません。我々も危険な道を、えー、取ることがですね、何かあった時に危険な道を取った方が、実はうまくいくってこともある、あるいは難しい方ですね、めんどくさい、しんどい、やりたくないってことの方が良かったりとかします。それが自分の枠を広げて、 コンフォートゾーンを広げることによってさらなる大きな成功に導くということになります。岡本太郎さんのですね、成功とは何かと、岡本さんの定義は、自分の夢に向かって、自分がどれだけ挑んだか、努力したかどうか、あれかこれかという場合、迷っている場合は、自分にとってリスクのある方をですね、あえて選ぶと、それが自分がどれだけ挑戦したか、挑んだかと、努力したかということの成功への近道なんだと、こういうことをおっしゃってます。 人生を真に貫こうとすれば必ず何かの条件壁とかですハードルに挑まなければならない命を懸けて運命と対決するとその時切実にぶつかるのが己自身ですよということですねまあ本当にですねこの本読んでますと燃えるとか命とかですね真剣とかですね猛烈とかですね感動とかこういったあの単語がすごく踊ってますそれからある出ます 言葉の強さとかですね体言止めで書かれたりとかしてますので、えー、岡本さんがですね太郎さんが非常に我々に読者に語りかけてくる熱いメッセージを伝えてくるのが伝わってまいります最後の章にですねああなたたは何に燃えたいいかかと問いかけがあります人類は滅亡するかもしれないし絶対に滅びないという説もあると、まあ、両方の説にですね岡本太郎さんは腹が立つっていうんですね 滅びたっていいじゃないかと。当たり前のことだということですね。いずれは生物は栄え、そして滅,滅すると。滅びると。未来をバラエに色にですね、書き出した夢とかいうことが裏面に出て、人類の滅亡にも、えー、加速度的にある、進んでいくでしょうと。地球は死につつあるかもしれませんということですね。で、えー、ここで問題にしたいのは、人類全体が残るか滅びるかということじゃなくてですね、 人間の一人一人がですね、我々は本当に生きてるのかということをですね問いかけてますね。本当に生きがいを持って瞬間瞬間に自分を開いて生きてるかどうかと、単にいい社会の仕組みというベルトコンベヤーに乗せられて、己を失って、ただ、惰性的に生活を続けているというのであれば、本質的に生きてるとは言えないということですね。そんな人が人類滅亡とか発展とか言っても意味がないということを言ってます。 確かに今はですね、えー、物質的には恵まれていると。暮らしは、えー、戦後の頃に比べてははるかに楽になっていると。だけども、それで本当に自分が生きているのかどうかと。自分を大事にしようとするから逆に生きがいを失っていま,ませんかということですね、えー。強烈に問いかけてますね。個人の財産や利害特質だけにこだわり、またひたすらにマイホームの無事安全を願う現代人のけちくさ,さ、癒しい。 小市民根性を見るにつけ、こんな群れの延長である人類の運命などというものは逆に蹴飛ばしてやりたくなる。人間本来の生き方は無目的、無条件であるべきだ。それが誇りだ。死ぬのもよし、生きるもよし、ただしその瞬間にベストを尽くすことだと。現在に強烈に開くべきだ。未練がましくある必要はないのだ。一人一人に担う運命が栄光に輝くことも、また惨めであることも、共に巨大なドラマとして終わるのだ。 人類全体の運命もそれに同じようにいつかは消える。それで良いのだ。ということをですね。これ、最後にこういう強烈な文章で終わってますね。えー、やっぱりこの本を何回かですね、私も、えー、ことに触れてですね、この文章を読みますね。えー、まあ、目先のもちろん、えー、ビジネスやってますから、売り上げ、利益、クライアントさんの成功っていうことを担うし願、願ってはいます。 でこのラジオでもですね、聞いてるリスナー様のためにですね、どれだけメッセージを伝えられるかなっていうふうに思いますけども、やっぱりその、何のためにやってるんだろうかと、やっぱり最後死ぬときにですね、俺は来てたんだ、よかったと思えるかどうかと、まあ、こういった自分がやりたかったことができるのかどうか、こういう人生を送れるのかということですね、えー、コロナだからとか、えー、天気がとかですね、いろんな世の中の環境にするのは簡単ですね、政府が動かないとか、反応が悪いとかってなるかもしれません。でもその中でもですね、 常に発展させていく自分が自分の魂を燃焼させるような、えー、生き方をできているんだろうかと、えー、問いかけられる本でございます。えー、非常に面白い本ですね、えー。これ朝読むのとですね、夜読むのとですね、またね、自分の考え方、価値観が違ったりしますので、えー、結構面白いですよ。ぜひ読んでいただければと思います。えー、今日ご紹介したのはですね、 えー、青春出版社から出ている岡本太郎さんの自分の中に毒を持て、あなたは常識人間を捨てられるかという本でございました、えー、何かを捨てることから始めましょうということですね、えー、ぜひお勧めしたいと思いますので、ご覧になってみてみくださいコンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。 はい、高橋秀樹さんによる本のご紹介でした岡本太郎さんの「自分の中に毒を持て」というお話う私この本はまだ実は読んだことがないんですけど岡本太郎さんって秀樹さんもおっしゃってましたけどちょっとこうすごい力強い方というか、まあ、常識をこう破り捨てるようなそういうイメージを持っているんですけど最近ですね この話を聞いて思ったこととして、私もその合理的な生き方とか合理的な考え方ではなく、非合理な考え方や非合理な行動っていうところにチャレンジをしてるんですよ。どういうことかっていうと、なんかその常識で考えたらこうだなとか、なんか、 世間一般ではこういうふうに言われてるからこうした方がいいとかそういうのってこの大衆の考え方なんですかねそういうのがなんかこう一般的になってるっていうかなんか気がつけば合理的な考え方や合理的な行動に先導されているような気がするんですけどそこをあえて自分はどうしたいのかっていうところにフォーカスをして考えを持ったり行動したりするっていうことにチャレンジをしています。 まあ、こうそう言ってもですねあの結構真面目なのでどうしても気が付くと合理的な考え方をしようとしていたりとか例えばその移動を1つとっても、まあ、最近コロナ禍で移動するのもなんて言ってる人もいると思うんですけど私も最近ちょっと移動が増えてましてで今日もねこう移動してきたんですけどその時に。 この予定とこの予定は場所が近いからこの日に合わせていけば、まあ、すご効率よく回れるなみたいなのが例えばあるとするじゃないですか。でそれはすごく素晴らしい考え方だなと思うんですよ。でそれが別に悪いとかいいとかっていう話ではなくてそこをあえて例えばその A と B の予定の真ん中にその全く違う場所の予定を入れてみるとかってやるとどうなんだろうかって。 いうような、なんか感じでチャレンジするっていうこと。わかりやすい例えかどうかわからないですけど、なんかもう、あくまでも、その合理的、効率的とか、そういうことを考えて、いつもの自分をやっているなっていうのではなくて、いつもと違う自分になるっていうことを日々チャレンジしてみる。で、それは別に全部のことについて非合理でなくてもよくて。 1>, 1つでもいいと思うんですよね。1日に1つとか、別に2日に1つでもいいと思うんですけど、今までの自分だったら絶対にやらなかっただろうなっていう考え方とか、あとは行動をやってみるっていうことをですね。やってます。例えば本私結構積んどくにしちゃうんですけど、なんかその本もパッとこう。インスピレーションであこれいいなと思った。本を買って。買 でもうその場から読み始めてその日に読み終えるとかそういうチャレンジをしていると全く自分が今まで考えていたこの何でしょうねんかそれと通ずるものがあるんじゃないかなってこのお話を聞いてすごく思いました。 まあ別にその最初にもお話しした通り合理的な生き方合理的な考え方合理的な行動が悪いっていうわけではないもちろんいいっていうわけでもないで合理的かどうかっていう判断も結構自己判断になるので,でそれはどういう基準で合理的っていうのかっていうのは分かんないですけどでも今までの自分と違う自分が本当に楽しいと思えることにチャレンジをするっていう。 そのチャレンジ精神はもう今こうやって起業して8年目なんですけどこれからもずっとと持ち続けていたいなと思いたな思ますそういうところに人々のニーズ隠れたニーズがあるんじゃないかなとも思いますし今まで出会えなかった人との出会いが実現していくでそこから新しいビジネス展開ができるとかかけがえのない人に出会えるとか。 そういういいことにつなななながっってててくんんんじゃないかななんて思っておりますぜひ皆さん私も読んでみますので皆さんも読んでみてください。ということで「ウィークリーコンビニラジオ」69回もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。本日も1時間お付き合いいただきありがとうございます。今日はですね秀樹さんと健康管理についてのお話をしてきましたけれども。 最近本当に私もですね気がつくと疲れやすくなっていてそれで気がついたらこたつで寝てたりとかもしちゃってですねいろいろ反省するところがあるんですよだからこそ今この時期だしっていうのもあるしコロナ禍だからっていうのもあるし年齢的なものもあるしってことで健康には今一度気をつけていきたいなと思っております、まあ、いいことをする サプリ一つとっても最近私ですね、まあ、母が勧めてきてくれたすっぽんこまちっていうサプリをですね飲んでます、まあ、他にもサプリは飲んでるんですけどすっぽんこまち結構即効性あるよって言われて本当と思って、まあ、これねこんなことはあの公共の電波で効果とかって言えないんであれなんですけど、まあ、飲んでみてます、まあ、確かにですね分かんないですけどなんか元気に過ごせてる気がします パうかちょっとこの体調を崩してから少し自分のパワーが落ちているような気がしたんですけど、まあ、その治ってからですね治ってからってこう復活してからなんかいろんな方とやっぱりお会いしていろいろお話しして時には励ましてもらって知った激励もらってでやっているうちにやっぱりパワーも回復してきてで自分のやりたいことって何だっけってところにまた立ち戻って行動していくっていうことが でできるようになりましたのでそれって別にサプリだからどうってわけじゃないと思うんですけどあと単純にねその体の健康だけじゃなくて心の健康っていうのもあると思うんですがただ実際にその2つがちゃんと両輪でしっかりと回っていれば健康を維持できるなっていうことを改めて実感しました。またね肩肩ここりりがひどいののので本当にその肩こりもあのー 自分の知人の起業家から教えてもらった、まあ、なんかすごくいいクリームがあってでそれを継続的に塗り塗りしつつすり込みつつもう体にいいと言われることはどんどんチャレンジをして健康であり続けたいなと思っております。いや本当にに皆様新型コロナウイルス感染拡大爆発的に増えているようですなので皆さんどうぞ気をつけてお過ごしください。 私も気をつけて来週もまた元気にこの放送ができるように思いますなのでぜひ皆さんまた来週もお聞きくださいということでウィークリーコンビニラジオ69回パーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかそして対談と本の紹介では経営コンサルタントの高橋秀樹さんにご登場いただきましたそれではまた来週この時間にお会いしましょう